グレアム・パーカー、グレアム・パーカー、グレアム・パーカー、1950年11月18日帯は、英国、ロンドン生まれのロック歌手、作曲家である。1960年代後期及び70年代初期、グレアム・パーカーは、手袋工場やガソリンスタンドといった仕事で働きながら、ブラック・ロカーズやディープカット3のような英国のローカルバンドで歌っていい。 1975年、間もなく、スティッフレコードスチフレコーズを設立し、パーカーを著名な最初のバックバンドと結びつけた、デーブ・ロビンソン・デーブ・ロビンソンと、ロンドンで2、3のデモトラックを録音した。1975年夏に結成された、グレアム・パーカールーモア、グレアム・パーカールーマー、パーカー及び、ギターのブリンズレー・シューウッブリンズリー・シュワルツと、 マーティン・ベルモント・マーチン・ベルモント、キーボードのボブ・アンドリュース・ボップ・アンドルーズ、ベースのアンドリュー・ボドナー・アンドリュー・バドナー、ドラムのスティーブ・グールディング・スタイブ・グールディングは、英国のパロックシーンで演奏を始めた。バンドは、ルーモア・ブラス・ザ・ルーマー・ブラスとして知られる4名の、ホーンセクション、ジョン、アイリッシュ・アール・ジョニー・アイリッシュ・アール、サックス、クリス・ガウア・クリス・グアー、トロンボーン、ディック・ハンソン・ディック・ハンソン、 トランペット及びレイビービスレイビビス、サックスによって増強された。1976年にリリースされたバンドの最初のアルバム、ハウリンウィンドハウリンウィンドは高評価を受け、スタイル的に類似したヒートトリートメントヒートトリートメントがすぐに続いた。ロック、バラード、レゲエに影響された楽曲が混ざったこれらのアルバムは、パーカーの初期の影響、モータウン、ローリングストーンズ、 ボブ・ディラン、バン・モリソンを反映しており、ライブショーの中核となった楽曲、ホワイト・ハニー・ホワイト・ハニー、ソウル・シューズ・ソウル・シューズ、レディ・ドクター・レディ・ドクター、フールズ・ゴールド・フール、エス・ゴールド、そして彼の初期のテーマ曲となり英国トップ40、ヒットとなった、主よ聞きたもーな、ドン、タスク・ミー・クエスチョンズを含んでいた。パーカーとルーモアは、先動的なライブパフォーマーとして、 評判となった。この頃録音されたプロモーションアルバムライブアットマーブルアーチは彼らの生々しいステージスタイルを示している。彼が緩く結びついていたパブロックシーンやこの歌手の階級を意識した歌手と情熱的なボーカルは英国で開花し始めていたパンクロック同様ロックミュージックの変革を告げていた。グレアム・パーカールーモアは 1976年の早い時期にレコーディングキャリアを築くことにより、いつも比較される他の二人のニューウェーブの英国シンガーソングライター、エルビス・コステロエルビス・コステロとジョー・ジャクソン・ジョー・ジャクソンに先行した。コステロのファーストシングルは1977年にリリースされ、ジャクソンのファーストソロシングルは978年後半だった。 ジャクソンは1976年4月初めに3枚のノンチャートシングルをリリースしたアームズレックスのメンバーでもあったが、それはパーカーとルーモアのデビューシングルシーシングシリーシングリリースのちょうど1ヶ月後だった。キャリア初期、パーカーの仕事はジャクソンやコステロノとの比較が好まれた。その後長きにわたってジャーナリストは彼らを一色他に分類し続け、 アーティストの作品が異なっていって久しいもかかわらず、怒れる若者たちの一種として、レッテルを張り続けている。パーカーは、辛辣なウィットで、この習慣を批判するのを躊躇しなかった。最初の2つのアルバムへの批評家の賞賛は、LP のセールスとは、大体において一致しなかった。グレアム・パーカールーモアは、1977年に、 BBC テレビのトップオブザポップスに出演し、1977年3月に英国トップ30ヒットとなったザ・ピンク・パーカー・ EP からトランプス・ザ・トランプスのホールド・バック・ザ・ナイト・ホールド・バック・ザ・ナイトのカバーバージョンを演奏し、この点でアメリカのマーケットに入り込むことを意識して、パーカーはソングライティングのスタイルを変え始めた。 この新しい方向の最初の成果は、Stick to Me Stick to Me 1977に現れた。アルバムは英国チャートのトップ20入りしたが、特に、ヒートインハーレムザヒートインハーレムのような当時のバンドで最も長いナンバーでは批評家の意見は分かれた。ニックロー、ニックローのプロデュースもまた非難され、一部の批評家は、バンドが過細く聞こえパーカーの声が低くミックスされたと、 不満を述べた。実際のところその時、スタジオでの災難が元のレコーディングを危うくし、グループに短期間でのアルバムの作り直しを強いていた。一部批評家はヒートトリートメント後2年間足踏み状態とパーカーを見ましたが、1978年発表のロックモンスターグラハムパーカーライブ、パーカーラと呼ばれるグレアムパーカールーモアの公式ライブアルバムは、 ルーモアの刺激的なライブスタイルが引き続き、強力であることを示していた。それは、若いミュージシャンへの重大な転機となった。パーカーは、彼のアメリカでのレコード会社、マーキュリーレコードの働きに長く不満で、ついに1979年、シングル、マーキュリーポイズニングマキュリーポイザニングを発表し、セックスピストルズの背景、EMI どの EMI の契約破棄を思わせた。彼の新しいレーベル、アリスタレコードと、伝説的プロデューサー、ジャック・ニッチェ・ジャック・ニッチェの存在にエネルギーを与えられ、パーカーは、キャリア最高のアルバムと広く認められていい、スパークス。スキシング・アウト・スパークスを付け加えた。このアルバムでは、以前のアルバム全てで目立っていたルーモアの、ブラスセクションは放棄され、 パーカーの最も素晴らしい曲のいくつかへの激しいロックバッキングに置き換わる結果となった。曖昧ながら妊娠中絶の話題を取り扱ったロックミュージックの珍しい曲の一つ、You can't be too strong,You can't be too strong, be too strong は特に注目に値した。スパーク。1979年はグレアム・パーカーの最も称賛されたアルバムである。スパークは 未だにファン及び評論家にも同様にこれまで作られた最も良いロックアルバム一つとしてランク付けされている。ローリングストーン氏は2003年のオールタイムグレーティストアルバム500のリストで335位にした。1987年初めのローリングストーントップ100アルバム1967から1987年のリストではスパーク。 バ45位にランクされ、ハウリン・ウィンドは54位に入った。パーカーのプロモーションキャンペーンの一部として、米国のラジオ局に送られた、姉妹編のライブアルバムライブ・スパークスは、どれだけ曲がステージで生えたかを示しており、別のピリッとした R&B カバー、ジャクソン5・ザ・ジャクソン5の、アイボンというバックアイボンというバックを含んでいた。ちなみに放棄されたブラスセクションは、 ザ・クラッシュ・ザ・クラッシュのアルバム、ロンドン・コーリング・ロンドン・コーリングでのアイリッシュ、ホーンズ・ザ・アイリッシュ・ホーンズや、ルーモア・ブラス・ザ・ルーマ・ブラスとしてクレジットされ、他の人々のレコードでプレイを続けた。特に注目されるのは、カトリーナ・ザ・ウェイブス、カトリーナ・アン・ソ・ウェイブスの1985年のヒット、ウォーキング・オン・サンシャイン・ウォーキング・オン・サンシャインである。 ボブ・アンドリュースは1980年初めにルーマーを、サリ公式には交代されなかった。ただし次のアルバムのスタジオセッションでは、ニッキー・ホプキンスニッキー・ホプキンスとダニー・フェデリシダニー・フェデリチ、イーストリートバンドザ、イーストリートバンドがキーボードについた。1980年のジ・アップエスカレ t ターザ・アップエスカレーターは、 前作よりはわずかに劣るが英国でのパーカーの最高位チャートのアルバムであり、ジミー・イオビン・ジミー・ビニによる豪華なプロデュースと、ブルース・スプリングスティーン・ブルース、スプリングスティーンのゲストボーカルをフィーチャーしていた。注目すべきは、アルバムのフロントカバーで、グレアム・パーカーとだけクレジットされており、グレアム・パーカールーマーではなかった。ジ・アップ・エスカレーターは、 パーカーのルーモアとのラストアルバムとなったが、ギタリストのブリンズレー・シューウッは1983年にパーカーと再会し、10年にわたってこの歌手のアルバムのほとんどでプレイした。またベイシストのアンドリュー・ボードナーは1988年から90年代中盤にかけてパーカーと再会し、ドラマーのスティーブ・グールディングはパーカーの2001年のアルバムディープカット2ノーウェアでプレイした。 1980年代は資金力のあるレコーディングとラジオ、ビデオでのプレイでパーカーの商業的に最も成功した年だった。この年代を通して英国のプレスは冷淡だったが彼は最上のバックバンドとのレコーディングと世界ツアーを続けた。ジ・アップエスカレーターに続く1982年のアナザーグレーエリアはバックバンドに有名なセッションミューシャン。 ニッキー・ホプキンスとヒュー・マクラケンをフィーチャーした。このアルバムは英国40位、米国51位にチャート入りし、英国トップ40シングルテンポラリー・ビューティーが生まれた。あ、スクイーズ・スクイーズのギルソン・レイビス、ジルソン・ラビスによるドラミングをフィーチャーし、ギタリストの地位へ、ブリンズレイ・シューツが復帰した1983年のザリアル・マッコー・ザリアル・マッコーは、 米国のアルバムチャート59位に当たったが、英国チャートは完全に逃し、それほど成功しなかった。ただしパーカーの1985年リリースの、ステディナーブスステディナーブス、グレアムパーカーショット、グレアムパーカーザショット名義は、まずまず成功し、彼の唯一の米国トップ40ヒット、ウェイクアップウェイカップを含んでいた。ショットは、グリーンズレーシューウギター、 ジョージ・スモール、ジョージ・スモール、キーボード、ケビン・ジェンキンス、ケビン・ジェンキンス、ベース、およびマイケル・ブラウン・マイケル・ブロウン、ドラムの4人組のバックバンドで、全員がザリアル・マッコーとステディナ・ーブス両方でプレイしていた。ステディナ・ーブスはニューヨークでレコーディングされ、パーカーは、この間、大部分を米国に住み始めた。彼の音楽への妥協のない態度は、パーカーが、 メジャーレーベルの音楽ビジネスの優先順位の変化と衝突するのを確実にしたし、レーベルの変化は1980年代中盤後すぐにやってきた。この状況は、グレアム・パーカーのディスコグラフィにあるコンピレーションアルバムに注目すべきナンバーが収められていることを部分的に説明している。特に非生産的だったのは、パーカーのアトランティックレコードとの期間で、 他のソングライターと協力して当時流行りのビッグドラムサウンドに焦点を合わせるよう言われたと語っていい。そうする代わりにパーカーはアトランティックで何もリリースすることなく契約を終え RCA レコードに署名した。パーカーはレコーディングを自身でプロデュースし始めサウンドを削ぎ落としたザモナリースシスター1988年で再び批評家の注目を集めた。 それは、新しい、モダンロックフォーマットの成功だった。このアルバムのためのバックバンドは、モトルウモアの仲間シューツ、ボドナーを含む、キーボード奏者にジェームス・ホールウェル・ジェームズ・ハリウェルと、スティーブ・ナイーブ・スタイブ・ニーブ、モトロックパイル・ロックパイルと、ダイヤー・ストレーツ・ダイヤー・ストレーツのドラマー、テリー・ウィリアムス・テリー・ウィリアムズ、アンディ・ダンカン・アンディ・ダンカンで撮られた一曲と、他の二曲で、ナイーブ同様、 エルビス・コステロアトラクションズ・ザ・アトラクションスのメンバーだったピート・トーマス、ペテ・トーマスに交代だった。ザモナ・リース、エシスターは1989年のローリング・ストーム80年代グレーデテストアルバム100の97位にランクインしている。パーカーは1990年代初期を通して RCA レコーディングを続け、 外資的評価の受けは良かったがチャートでの成功はほとんどなかった。長年のギタリスト、シューツは好評だった1990人のアルバム、ヒューマンソウルの後、再びパーカーと他元を分かった。パーカーの1991年発表のストラック、バイライトニングは、以前のパーカーのリリースより、わずかにルーツ寄りな味を持ち、バックバンドに、 ベーシストのボドナー及びアトラクションズのドラマー、ピート・トーマスがフィーチャーされただけでなく、キーボードで、ザ・バンド・ザ・バンドのガース・ハドソン・ガース・ハドソンが、ゲスト参加した。ただし、米国131位のアルバムチャート最高位は、RCA を満足させるには十分でなく、パーカーはレーベルを解約された。彼は、素早く盛り返した。パーカー、ボドナー、トーマスは、 スタイルカウンシルザスタイルカウンシルのキーボード奏者、ミックタルボットミックトールボットを迎え、このユニットは、米国のメジャーレーベル、キャピタルレコードへ1992年のバーニングクエスチョンズバーニングクエスチョンズをレコーディングした。このレコードは完全にチャートを外し、またもやパーカーは自身のレーベルがないことに気づいた。パーカーがより定まった場所を、 アメリカのインディペンデントレーベルレーザータイに乱す前に1994年のクリスマスをテーマとした EP グレアム・パーカー S ・クリスマス・クラッカーのリリースがダコタ・アーツレ・コーズで出された感動的でパーソナルな12ホーオンテッドエピソードと1996年のアシット・バブリュガムキーボードにブロンディ・ブロンディのジミー・デストリー・ジミー・デストリーをフィーチャーのあと パーカーは1990年代後期は鳴りを潜めた。しかし彼はかなり定期的にライブをし続け、バックバンドにはたびたびフィックス・ザ・フィーグス、ルーモアのように、パーカーをバッキングしない時は別ユニットとして、レコードを出したを起用した。パーカーは2001年、初期のルーモアとの仕事の英国での再発と、レーザータイへの3番目のスタジオアルバムで、この歌手の人生と目的を、 包括的に振り返ることを意図するかのような、洞察力に不振曲のコレクションディープカット、2ノーウェアとで、非常に活発な期間を開始した。20年ぶりに、モトルウモアのドラマー、スティーブ・グールディングとパーカーはレコーディングし、再会を後付けもした。2003年に、パーカーはビートルズ・ザ・ビートルズに、レコーディングされなかった、あまり知られていないジョン・レノン・ジョン・レノン。 ポール・マッカートニーポール・マッカートニー作品のアルバムを録音するためにザ・ビー・ 52S のケイト・ピアソンケイト・ピアソンとビル・ヤノビッツ、ビル・ヤネピッツと協力したロスト・ソング・ス・オブ・レノンマッカートニー、フロム・ア・ウィンドウ・フロム・エイ・ウィンドウ、ロスト・ソング・ス・オブ・レノンマッカートニーと呼ばれるアルバムはピアソン、パーカー、ヤノビッツとクレジットされた 新しいソロの仕事は2004年の You are Country が続き、パーカーがレーベルをシカゴを拠点とするインディーズ、ブラッドシャットレコーズに変更したことが判明した。カントリーミュージックへの関心を示した You are Country はいつものパーカーよりもわずかにルーツ寄りなサウンドとなっていた。2005年に続いたのは、かつてのバックバンドフィックスト短期間でレコーディングされた。 アップテンポのロックンロールコレクション、ソングスオブノーコンシュクエンスだった。引き続き始まったフィッグスとのツアーからのショーは、FM ラジオで放送され、2006年のライブアルバムとなった。2007年3月、フルレンジの新作、ドントテルコロンバスドントテルコロンバスが、パーカーの3年間で4作目のアルバムとしてリリースされた。ドントテルコロンバスでは、パーカーが、 商業的成功の不足について、望みを見つけたとき、誰もが止めろと言ったと表明する、自助伝的な、ディスカバードアメリカアイディスクバードアメリカを含む、副長と呼ぶのは、不適当だが、ここ何年かで、ベストの曲のグレアム・パーカーがめられる。彼のレコードに加え、1980年パーカーは、イラスト入りの SF 短編小説、グレート・トラウザー・ミステリーを発表した。2000年6月には、 短編集カープフィッシング・オン・バリウムを出版。3冊目の著作、小説アザ・ーライフ・オブ・ブライアンは2003年9月に発表されている。2012年から再びルーモアの全員で活動をしている。グレアム・パーカー&ルーモア、グレアム・パーカーグレアム・パーカー&ショットグレアム・パーカー、グレアム・パーカールーモアグレアムパーー・ーアアムパーカー、ピアソン、パーカー、ヤノビッツ、楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。